Buonasera a tutti! Allora, come state? Eh? Ma, spero che stiate tutti bene. Uh, io sto bene e oggi sono ritornato a Roma. Sono tornato a Roma e, più precisamente, sono nella piazza del Pantheon. Eh? Il Pantheon, che è questo edificio che vedete qui dietro di me, era un antico tempio dedicato a tutte le divinità. E ed è uno dei meglio conservati e più antichi. Eh

でしょうねですから、しっかりと覚えておきましょう。それでは、一番は、け cosa? ですね。で、け cosa っていうのは、日本語の何にあたって、け、ま、cosa、あ、で質問されたら、名詞で答えます。ね、大体。例えば、け cosa fai? Faccio colazione。 で、この、け講座っていうのは、たまに、けファイ、講、ね、座っていう部分が省かれている。または、コーザファイと聞くこともあります。ねえー、つまり、けまたは講座をどちらか省くことができます。でも、意味は基本的には変わりません。ね、ですから、け講座って聞かれたら、具体的な何かあの名詞で答える必要がありますね。 それから2番ですね。2番は、孔明。孔明で。日本語で言うと、どのように、どのようにして、どうとかという意味ですね。で、えー、例えば、まあ、あの、以前も見たんですけども、孔明したい、べえねと答えればいいですね。で、この孔明には、えー、に答えるときは、大体、まあ、形容詞か副詞で答えることが多いですね。 えー、例えば、「コメ!」のパンテオン。「ファンタスティコ」。というような形で使うことができます。それから3番は、「カンド」。「カンドは」はいつ」ですね。つまり、まあ、時間の表現で答えなきゃいけないです。例えば、「カンド」ファテラフェスタ。「 とかですね、それから4番。4番はどーべですね。どーべって言ったらどこという意味で基本的に場所を表す名詞で答えることですね。例えば、どーせいこれはよく電話で聞く質問ですね。どーせいそのアミラーノとか、それとも、ディドヴェ そのディミラーノ。そのディローマ。そのディモデナ。と答えたらいいです。ですから疑問詞はたまに前置詞とつながるときもあります。で、答えるときは前置詞も忘れないようにしてくださいね。それから5番。これはキーですね。キーは誰ですね。 民主代名詞とかあの、人の名前とかで答えることができます。例えば、あ「キーエー、ウェラガッツァ」。「エー、ミア、ソレイラ」。という感じですね。えー「キーエイト」。「ヨー、ソマリオ」。という感じですね。それから、6番。6番は、「ペッケ」ですね。で、この「ペッケ」っていうのは、 なぜという意味で、えーまあ、理由を知りたいですね。だから、まあ、答えるときは、理由を説明しなきゃいけないですね。でこれはもう少し複雑な、えー、文章になるわけです。では、えー、例えば sei in Italia、この質問は絶対イタリアに行ったら聞かれるんですね。Sei in Italia ですね。Per lavoro ペルプラス、名詞で答えることが、まあ、あの許されるですね。もちろん。まあ,あの結構簡単な答え方ですね。そのいペッ、ラボロ、ペッ、トゥリスモ、ペッ、スディアル。という形で答えたらいいです。それか、もう少しこう複雑な答えにしたい場合はですね、ペッケセイ、イタリアと聞かれたら、ペッケチ、ラボロ。チはまあ、 私はここで働いてますからですね。この「p e r っていうのは疑問詞でもあるけれども、まあ、同じ「p e r を使って、えー、答えることもできます、ね。だから、英語の「why」と「because」っていうのは一つにまとまるんですね。「p e r ですね。で、質問でも答えでも使えるものです、ね。それから次。 7番ですね。Quanto? これはいくらっていう意味ですねあの。例えば、Quanto costa? questo? これはいくらですかえー、18 euro。あとはですね、あのバールとかで、レストランとかで、感じを聞くときは、q u a n t e と聞いて、 そのディチョットエウロと答えてもらいますね。だから、クワントというのはだいたい数で答えることが多いんですね。あとはまあ数量ですね。あと量とかね。でも基本的に数になることが多いんですね。あの、詳しい数量を知りたいときに、クワントをと聞くんですね。それから、クワンティ。クワンティというのはいくつですね。 まあ,あの、これは基本的にはあの数で答えますね。Quanti? For e x a 5, 10, 15. これよく使う質問は、Quanti anni hai?、ね、年はいくつですか質問ですね。お、4と答えます。o 19年。お、20 n OK。それから、 9番、numero 9. E? これはどのとかどちらのという意味があります。ね eh, これも、まあ、大体名詞で答えることが多いんですけど、これはどのとか名詞で答えることができます。ね、だから、まあ、いっぱい色があって、どれが好きなのか。 どちらかですね。別に、あのどのとどちらの,あの違いはイタリア語ではないですね。それから、最後ですね。10番、numero10。「quali?」という質問ですね。えー、これで、えーそのまあ、複数ですね。「q u a l の複数なんですけども、あのどのとかどちらのの複数形なんですね。例えば、「quali ニ ti piacciono?」 まあどの種類のとか、どのカテゴリーのという意味になるわけですね。で、それで、まあ例えば、み p i a c c i o n ドッグですね。例えば、まあ、quali verdure ti piacciono? う、mm. ん。み piacciono le m e l a n z という感じで答えたらいいですね。ま、あなんかカテゴリで、えーで答えるわけですね。でもこうう、これも基本的にはあの名詞で答える。 だいたい複数の名詞で答えるんです。では次に、えー、疑問文の種類について、えー、説明をします。疑問文というのは2種類あります。疑問詞のないものと疑問詞のあるものですね。えー、つまり疑問詞のないものは以前勉強したものなんですね。つまり、えー、はいとかい,いえとかしか答えられないものですね。

オープンな答えを出します。はい、いいえと答えられないわけですね。ですから、もっとこう詳しい答えを相手が期待しているわけですね。ですから、あの順番というのが変わるんですねで。最初は疑問詞を置きます。ですね、それから、動詞はいつも真ん中ですね。 最後は主語です。なぜ主語、最後に置くかというと、その主語は最,も最後に置くことによって、最も相手の耳に響くところになるわけですね。ですから、相手にとっては答えやすいですね。つまり、こう、キエ・ルイという質問をしたら、ルイエ・エ アントーニオと答えられますね。ですから、まあ、あの疑問詞のある質問をううされたときに、その質問をきちんと聞いて、その最後のね、の質問の最後の部分からスタートしてくださいね。えー、で、まあ、基本的にあの、まあ、どの疑問詞もそうなんですね。えー、どれ、い、と。 よ、その、アロマ。と答えたらいいですね。え、uh, ー、quanto costa l'orologio? L'orologio costa 100 e で、一つだけちょっと、uh, 違うものがありますね。それが、「なんで聞く質問です?」。なんで聞く質問というのは、大体、まあ、長文で答えなければならないから、なんでそこに なんローマーいという感じで答えますね。では、この10個の疑問詞をしっかりと覚えるようにしておいてくださいね。で、1つ、ぜひしてほしいことは、相手の質問をよく聞くことですね。まあ、これはどの言語でもあのしなければならないことなんですけども、 とにかく、どの疑問詞を使っているか、どういうことが知りたいのか、ということを。ちゃんと聞くんですね。あの、質問には。答えるためのヒントがたくさん入っています。バベーニャ、ローラ、ガッツ、エミン、レ、エチャーオア、トッティ。